こんにちは、ハイジーです。今日は池袋の持ち込み OK なカラオケボックスに来ておりまして、今先ほどそちらの方の西武百貨店の地下で今超話題になっていますあれを買ってまいりました。そうなんです、2500円、税込み2700円のパナップ、パナップ2個に対してのこの紙袋的なものの扱い、すごいギフト感。何どうなってんの、なんか入ってる、もうこれパナップなの本当に。僕の知ってるなんか幼なじみが東京に行って久々に会ったら変わっちゃったみたいな、そんな感覚すら覚えるパナップで、こうするともう涙流してるみたい。すごい保冷バッグにも入っておりまして、こちらドンドン、すごい高級感、シルバーのキラキラだから扱いよ、めちゃくちゃ美味しいのは知ってるけれども、すっごいねこれ、もう何これ、ちょっとガジェット的な匂いすらする、そんなパナップでございますが、こちらが宮崎県産完熟マンゴー太陽の卵使用ですって。佐渡島産黒いちじく佐渡の黒ダイヤ使用、せーのペロンと、超高級パナップの上から見た映像でございます。ジャムが円を描くようにパナップしてます。この一すくいだけでもなかなかのお値段ってことだよね。で、すんごい美味しそうな香りのマンゴー臭がもう漂ってますが、いただきます。まあ美味しいよ、まあ美味しいは美味しいよ、そりゃ確かに強烈なジャム感で、マンゴーアイスと一緒にマンゴーを食べてるような感じすらするマンゴー感で、だからもう高級感がすごすぎて、こういう紙コップ置き場とかに置こうとしてもこうやってスルーしちゃうくらいの、もうすごい高級感ですから、確かにマンゴー感はすごいね。で、このように食べていきますと、一瞬こうやって表面にマンゴー感がちょっと薄れてきたのかなっていう感じのところもあるんですけども、だからこのマンゴーのジャムが全くかかってないところだけをここを行ってみましょうかね。あ、ここはここですげえ美味しい。とにかくアイスなんですけれども、口に入れて溶かして食べるっていう感覚じゃなくて、なんかね食べてるっていう感じ。最後のもうここまでしっかりかにすくわないとってなっちゃうよね。黒いちじくの方も食べていきましょう。ダイヤですからね、佐渡のダイヤ、こうやってよいしょ、わー、さっきとかかり方が違うね。ジャムのバカボンのほっぺにありそうな形すらしておりますが、来てこう来て、あーあー、いちじく、僕はさっきのマンゴーよりもこっち、ちょっと普段食べれないくらいすごい味わいって感じがして好きだね。うまい、まあ、そもそもイチジク大好きなんですけども、にしてもうまい。でそもそもこのイチジクっていうのが国内で全然本当に少ない量しか流通してないイチジクを使用しているということで、それ使っちゃっていいのっていう気すらするイチジクなんですけども、うまい、やっぱりうまい、駆け抜ける、イチジクのいい香りが鼻から駆け出してきて、この辺で遊んでる感じで、口の中でひたすら甘さを楽しんでる感じ、最高、これはうまい。アイス2個目で今口の中キンキンに冷えてんだけど、まだこの冷たくて甘いやつちょうだいって口の中が欲してるくらい、これいい。 どっちにしてもまあ高いけど、高いんだよ、高いし、で本当の本音を言えば、まあ、ずっと目の前にここにあるこのたこ焼きを口が求めてる感じも否めない。そんなわけで今回の高級パナップ、とにかく美味しかった。ただ自分でまた2700円出してこれを買うかって言われたら、まあちょっと買わないなとはなるんですけれども、贈り物でネタ的な感じでも喜んでもらえるって思って買うんだったら
ちょうどいい価格なんじゃないかなっていう気もしますので、そんな感覚で言ったらこの夏場にいいメニューなんじゃないかなって思いましたっていうのはいいんだ。それはいいとして、まだ変なコメント来てんだ。だから紹介しますけれども、ラック4-7さんから、明日は実家に煙突を作りに行きます。何の報告？